さあ始まったよ YouTube。 ねえ、江戸川区春海、春の花の園と書いて春海。いいんですよ、 YouTuber っぽくしなくていいんですよ。 BONSAI 盆栽。盆栽はすごい。盆栽美術館でございました。どうですか、始めますか、そろそろ。これはどうなの、俺たちが年を取ったのだからいい、よく見えてるの、ね、それとももう若い子が結構、若くてもいいんです。だってほら、世界から修行に来てる子、若い子ばっかだったじゃん。そう、今まで見てきたっていうか、イメージ持ってたその盆栽とまた変わってきてる気がする、ね、レベルが違うよね。もう本当にそういうアートになってきてるから。そうですね、これ流行んじゃない、若い子で、日本も。そう、日本も、いやもう流行ってますよ、これやっぱ流行ってる、流行ってますよ。ね、高いね、ちょっとね。高い。いや、ただあの物々交換でいけるってことが分かったからね。やってるとね。今日小林さんのあの盆栽わらしべ長者の、はい。そうか、物々でいいのか。物々交換で大概のことを済ませてたよ、小林さんは。そうですね。ポルシェ持ってくるか、じゃあ。盆栽を北海って北海道で行けんだよ。いや俺でも目から鱗のこといっぱいあったよ。あの別に一から育てるんじゃないんだとか、山から持ってきたその時点ですごくなきゃいけないんだとかね。ああいう穴開けるとか、ね、穴開けていいんだとかね。ね、思わなかったし、あんなドリルで穴開ける。あとこう受け継がれていくもんなんだとか、それも、誰が持ってたか重要なんだとかね。はい。大変勉強になります。ありました。さあ今回の春海園盆栽美術館は7月10日火曜日の放送でございます。ぜひご覧ください、はい、お願い。何なんだよ。何なんだよ。